1975年から製作された日本国有鉄道及び日本貨物鉄道に車籍を有する55トン籍の貨車である。最高速度時速 65km 以下、一般の貨物列車との並結不可など、構造上の理由から運用に制限の多い大物車の運用効率を向上するため、特に走行性能の向上に留意して開発された車両である。1975年2月21日、3月4日に2両。1979年6月5日に1両の合計3両が日本車両製造にて製作された。全長は 24,400mm で時長は53トンである。荷役作業を効率化するために受け張りを分割可能とした分割定称式を国鉄で初めて採用した大物車で走行装置など各部構造を改良して一般貨車と同一の時速 75km 走行や一般貨物列車との混成を可能とした。当初は日本通運が所有する私有貨車として製作され JR 発足後に JR 貨物が購入して直接所有に移行し使用されている。二組の台車上にある台車上枠と荷受両の結合部分、荷受両の上にある係留両との間にオイルダンパーを連結している構造が見て取れる。また、積車時の連結位置は、機関車の直後に制限されるため、連結位置機関車 G と車体に記載されている。積荷を積載する荷受両の抵承部を取り外し可能とした大物車で、国鉄での形態分類は D 型、荷重は55トンである。荷受両は D1 と D2 の双方が使用できたが、D2 両は D1 両よりも用いる機会が少ないということもあって、用済みとなり、運用から除外されている。車軸数は合計8軸で、2軸ボギー台車4組の構成である。各々2組の台車上に、後半溶接構造の台車上枠が載せられ、荷受両は、前後の台車上枠に心皿を介して乗せられる。最高速度が向上したことから、台車上枠と荷受両との結合部は、オイルダンパと係留両と称する部材を用いた、リンク機構で心皿部を押さえつける構造を用い、荷受両のローリングを抑制する。外部塗色は黒色である。台車は、日本車両製造の独自開発による NC-5 型で、外観上は、国鉄貨車用台車の TR41 型や TR213 型に類似するひし形構造の側枠を有する。枕バネは20コイルバネを2列に配し、軸箱装置は密封コロ軸受けを用いて走行抵抗を軽減する。空気ブレーキ装置はK型3動弁を用いた KD254 型を前後に合計2組配し、留置ブレーキは前後の台車上枠端部に回転ハンドル式の手ブレーキを設ける。最高速度は空車時、積車時とも時速 75km で一般の貨物列車に蘇生することも可能であるが、積車時の連結位置は機関車の直後に制限される。分割定称式のため、荷役時は荷台を分割した後、転び機で水平移動させ、車外に出して荷役を行う。貨物を積み込むときや取り下ろすときは、この手順で行われ、積み込んだ後や取り下ろした後は逆手順で車両に収納される。なお、貨物によって重心が変化するので、そのことを考慮した上で乗せる位置を決定する。そのため、貨物の積載位置が前寄りになる場合がある。製作当初は3両とも日本通運が所有する私有貨車として、変圧機などの特大貨物の輸送に使用された。高砂駅や日立駅を常備駅としていたが、1987年1月12日に3両とも除籍された。1990年6月、8月、10月に、それぞれ1両ずつ JR 貨物が日本通運から購入し、JR 貨物が直接所有する貨車として車籍が復活した。このため、元の所有者であった、日本通運の車門や銘板は、車体から撤去されている。2019年3月現在、3両全車が運用中である。JR か、特大貨物列車の話題、RM ニュース2017年6月30日。ありがとうございます。